はい、じゃあ常子さん、本当にお忙しい中またありがとうございます。再度ありがとうございます。もう暇になったんですよ。いやね、でも本当あれですね、ちょうど常岡さんとその IS イスラム国について話をさせていただいて、その湯川春菜さんのそのまさにその裁判を行うっていうことで、はい、イスラム国に行かれた話をしたあとすぐでしたね、後藤健二さんの話が出てきたのが、はい、前回お話ししたのが3ヶ月ぐらい前でしたっけね。はい、その直後に、あの発覚といいますか、オープンになりましたもんね。あれはもうご存知だったんですか、後藤健二さんがその誘拐されているっていう状況はご存知だったんですか、実は。11月の時点で、どうも捕まってるみたいだというのは分かったんですが、はっきりしない状態が続いて、で12月に、奥様のとこ行ってみたり、あとガイドやってたアライディーンっていう人に、ね、連絡取ったりやって、どうも間違いはないということまで分かったんですけども、各メディアにこの問題知ってるでしょってニュースにすべきじゃないんですかって打診はしたんですが、外務省の確認が取れないからまだできないってことになってます。なるほど。もしかしてでもまだ例えば湯川春菜さんとか、はい、その後藤健二さんに続いて例えば誘拐されている人とか監禁されている日本人っているんですか、実際は。どうなんですか。今現在はいないと思いますね。今現在はやっぱりいないんですか。はい、いやだからね、対談させていただいた時は、はい、まあちゃんと裁判は行われるっていうことを聞いていたので、はい、まあ多少のそのなんていうんですかね、希望を見出してはいたんですけど、9月に、イスラム国行って、司令官クラスと会ったんですけどね、はいはい、その時はその司令官が言うには、湯川さんについて、殺さない、身の代金も取らないって明言してたんですよ。で、こちらとしてはかなりその楽観的な心持ちで帰ってきて10月にまた行こうっていうことだったんですけどね。なるほど。ということは、まだその頃っていうのは統治機構が効いていたとかいうのはあるんですかね。多分統治関係は変わらなくて、問題は、彼らが政策を変えたということだと思いますね。その10月ぐらいの時点までは、日本を敵として扱うかどうかで、まだ保留してたんでしょうね。で、1月のビデオが公開されたタイミングで、もう敵として扱うというふうになったんでしょうね。なるほどね。奥さんとか通訳の方もご存知なんですか。いや知らなかったので、もう直接ご自宅にお伺いして、インターフォン越しにお話ができただけで。ああそうだったんですか。はい、日本にお住まいなんですか、奥さんとか。はい、そうなんですか。通訳の方もじゃあ直接電話をされたりとか。通訳の人はFacebook のアカウントを知ってたので、 Facebook 経由で連絡を取って、メッセージでやり取りしましたですね。なるほどね。もうでもオレンジの服を着せられてる時点で、もう大変危険度が高いっていう状況ではあったんですか、やっぱりもう。1月の20日だったかに、あのオレンジの服の脅迫ビデオが出たわけですよね。はいはい、で、あの服で出た人で助かった人はいないので、はい、あれが出た瞬間に、僕としては、今までは楽観的だったんですけど、完全に変わったと思いましたですね。なるほど。他のヨーロッパ諸国では、はい、人質になったけれども、はい、助かってる人もいるわけじゃないですか。はい、ただそれは脅迫ビデオが公開される前に、前ですよね。つまり去年の10月から10月じゃない、8月に捕まって、僕のところには8月中にも連絡が来て、9月に行ってってやってたんで、その時点で取り戻さなければ絶対帰ってくるわけないんですよ。でそこで、日本の警察が僕と永田先生の妨害をしているんで、言ってみれば2人が殺害されることになった最大の原因を作っているのは警察ですね。なるほど。変な話ですが、はい、言っちゃなんですけど、そのもしですよ、ちょうどその湯川さんの裁判をするということで、はい、常岡さんと、はい、あとハッサン中田さんが行った時点で、はいはい、
拉致監禁もできたわけですよね、IS としては、実際は。でも普通に、まあ、帰ってこれたっていうことがあるわけですね。そうですね、一回行って帰ってきているっていうことからすると、IS はその時点で、私たちを、拘束するつもりがないようですね、なかったようですね。ただ今行ったらどうなるのかまた別だと思いますね。で実際あの警察の家宅捜索があってから、うん、もうその向こうに、電話番号からなんか取られちゃってますんで、はい、警察にですね、そうですね、あの盗聴の危険があるってんで日本からもう連絡しないようにしてたんですけど、はい、先月ベトナムまで行って、ほう、ベトナムだと日本の公安警察いないので、うわ、そうですね、そこからイスラム国に連絡また取ってみたんですよね。あ、それでベトナムに行ってたんですか。そのためです、はい。はあ、なんでベトナムなんですかね。ベトナムってアメリカと戦争して勝った国なんで、はい、あまりそのアメリカの言うこと言いなりじゃないんですよ。もしかしたらあのスノーデンさえも、あの登場できなかった国かもしれないですね。ベトナムとか下手するとどうですかね。かもしれない。あの CIA とかが入り込むのを一生懸命防ごうという努力はしている国ですね。でそれでいてあの今はアメリカと仲いいんですよね。まあまあそうですね、うん、で日本とも仲いいんですね。仲いいですね。仲いいけども、治安協力はどうやらしてないみたいなんで、これならいいかなと思いまして。ああなるほど。あ、そうですか。あのいろんな国があるんですけども、例えば自国にイスラム国の脅威みたいなのを抱えている国で、うん、僕がそこからイスラム国に電話を入れるなんてのは、うん、もうその国に迷惑かかるというか僕の方も危険とかいろんなことがありそうな気がするんですよね。いやもう例えばイスラム国に例えば、ね、携帯であったりとかもうメールで連絡を取った時点で、多分もうピンポイントで、どこにメールが届いたかとか、どこで携帯がつながったかっていうのは分かってしまいますよね。そんくらいの能力はありそうな気がしますね。ありますよね、実際はね、だってイラク戦争後すぐに整備されたのが携帯電話で、はいはい、そして通信傍受をしてフセインたちが捕まるわけですからね、はい、まさに。なのでうかつには連絡取れないですよね、ベトナムからは何かこうコミュニケーションは取れたんですか、 IS とは。話せる範囲でいいんですけど、あの IS 側の人にもですね、あの日本で警察、僕らが警察の捜査を受けた後で、うん、あのもうその電話番号とか取られちゃったので今まで使ってるのを捨ててくれってあの携帯とか捨ててもらったんですよ。ああ。で、ベトナムに行って、うん、なんかいろんなところ経由で、連絡が回復できないかやってみたら、この番号に連絡しろっていうのがやってきまして。おなんかハッカーみたいですね。いろんな国を経由してこう連絡を取り合うっていう、であのそこ経由であの電話があの連絡がつくようになりつきましたですね。でとりあえず生きてるということがあの分かりました、ね、あその例の元チェチェンの司令官だった人ですか。チェチェンの司令官はイスラム国の内部では僕知ってる人いないんですけど、それと別にあの、オマル司令官とかいうあの湯川さんが捕まった時に、あの僕と中田教授を、イスラム国に招待した人物、この人とは連絡がつくようになりました。あ、そうなんですか。オマル司令官自身もでもその後藤健二さんとかこう救える立場ではなかったんですか。でもあの本人が言うには、あの人質の顔も見たことがないと、自分はもう伝令役に過ぎないっていうことですね。決定権とかは一切ないと。なるほど。誰がもジハーディ・ジョンとかなんですかね。ジハーディ・ジョンもどんくらい偉いのかとかは分からないですもんね。あ、であの一昨日ぐらいに、あのドイツのシュピーゲルってあの、かなり有名なメディアが、はい、あのイスラム国の内部はもう10年も前からサダム・フセインの残党に完全にコントロールされていて、しかもどうやってイスラム国を立ち上げるかとかいう計画の文書まで見つかったというのが出てきて、今結構世界的にそのあの治安関係者とか研究者の間で話題になっている記事ですね。あ、そうなんですか。それからするとあのサダム・フセインっていうのはもうイスラム嫌いの代表格みたいな人です、ね、まあまあそうですね、実はね、まあ映像的にどうもね、そのメッカに向かってお祈りをしてるシーンとかありますけども、本当は結構あのそこら辺を守らないっていうか、あの
アメリカに攻められてもアルカイダとは絶対に手を結ばなかったのがサダム・フセインなんですよね。それがいつの間にアルカイダ系のイスラム国とつながるのというのが、あの謎だったんですよね、今までですね。だから最初からつながってんじゃなくて、あのイスラム国が、ザルカウィとかにもなんか関係を作っていって、あのイスラム国じゃないや、あのサダム・フセインの残党がですね、でどうやらあの中身はそもそもイスラムっぽく見せてるだけの、本当に サダム・フセインの残党の集団のようだよっていう内容でしたですね。はあ、なるほどね。まあ自分もやっぱりあの短期間ですけどイラクに行ってた時に、まあ、いろんな暴動みたいなことが起きたことが、まあ、常岡さんもご覧になったと思うんですけど、まあ、あれですごいなんかこういろんなお話を、まあ、パレスチナホテルとかでしてもらいましたけど、ちょうどあの時行ってたのがだから、まあ、印象に残ってるのが、まあね、あのやっぱアメリカの大部隊が撤退してからが勝負だっていうのを何度も言ってたのを、あの時から計画してたんでしょうね。いやーもうね、もう単純にもう映像的に言うと普通に、ね、表面的に取材するとアメリカと戦うんだとか、我々は聖戦だとかいうのばっかり流れちゃうから見えないけど、冷静にちゃんと我々は軍備力はない、10年間の経済制裁を受けている、戦えるわけがないと、一回潰されるのはもう受け入れるしかなくて、その瞬間にもうあのできるだけ傷を負わないように地下に潜って、それから地下で組織を作って、で、アメリカに油断をさせといて、じわじわと、新しい組織をあの別の姿でっていう、全部計画してたんでしょうね、あの時点でですね。だって自分であの時話したの、だってフランスのレジスタンスの話しましたよ。すごいなと思いましたよ。だから、よくですね、いろんなところでテロの問題について、話をさせられるというか、することになるんですよね。あ、まあ、それはそうですよ。あのテロの、今のイスラムの、サラフィジハード主義の系譜とかいう感じで、あのビンラディンの思想とザワヒリの思想とあのイブン・タイミーヤのとか、すごいイスラムの中の、あの過激派の思想の系譜みたいなのを、やたら語る人たちと僕も語ることになるんですけど、実はあのまさにフランスのレジスタンス、逆に言うともう遡るとルソーなんですよね。そうで、ルソーの思想とビンラディンの思想なんてむしろ正反対で、ねえいやだから俺びっくりしましたね、あの時はね。まあ、逆にだから、まあ、ああいう暴動が起きたおかげで打ち解けさせてもらって、あの本音でいろいろ話をさせてもらって、まあ、下手するとだって軍事機密みたいな話ですよね、その地下に潜って。そうですね。要するにもうだからあの時はイラク戦争の時はもうアメリカのロジスティックは大変になる、もうベトナムのような内戦になるってテレビでは散々報道されてたけど、あっという間になあの潰れちゃいました、ね、もうあっという間にだってあのもうどんどんもう戦うけど、さっさと、あの我々は、まあ、受け入れて、で安心させて、すぐ撤退をさせて、その後が勝負だっていうことをはっきり言ってましたからね。あのパレスチナホテルからバース島の職員が一夜にしていなくなったっていうのが僕はあの覚えてるんですけど、そうでしたね。その直前に、パレスチナホテルに泊まってた外国人から、今まで払ってないお金を全部払えっつって持ってる金全部出させておいてお金集めた翌日、あの朝ジャーナリストたちが起きてきたら誰一人いない、ガラーンってしてて、はい、みんな持ち逃げされてるというですね。まあいろいろありましたね、確かに、はい、あの時の人たちが今頃イスラム国の中枢で活躍してるのかもしれない。まあ活躍をしてるんだろうなっていう気がしますね。だからまあそういうことも含めてなんかこうなんていうんですかね、IS とは日本はどう対峙するかっていうのをちょっと考えてもらいたいなっていうのがあって、まあ常岡さんにはだからまあ逆に IS 寄りだとかいろんなことも言われてるだろうけれども、僕は IS を擁護する記事なんていやイメージ的なんですよこれは一言も言ってないんですけど、
まあそういうイメージがあるので、なんかこう身代金の仲介者をするんじゃないかみたいなもうイメージがあるんだけれども、いろんなパイプでも持ってもらわないともうどうしようもないなっていう感じでしたね。もう後藤健二さんと井川春奈さんの時は本当に、もうヨルダンでも行ってくれよって思いましたよ、スネ岡さんには。いや、ヨルダンに行っても何にもないんですよ、ね。分かってますよ、ありそうでないんですよね、実はね、トルコ行くしかないんです、ね、本当はそうなんですよね、で例えば要するに油田を支配したっつっても、はい、あれどうやって油田を売ったりしてるんですか。あ、全部トルコに出てますね。そうですよね。そのトルコはどこに売ってるんですかね。トルコの麻薬じゃない、あの原油密売グループがいますもんね、はい、で密売グループはトルコの諜報機関におめこぼしをしてもらって、はい、トルコからいろんなところに売ってるらしいですね、はい、でトルコ自体が世界で一番ガソリンが高いんですよね。そうです、はい、でもう激安原油が入ってるっちゅうだけでもうトルコ自体が大喜びですもんね。はい、いやだから例えばの話、まあ、ヨルダンにね、まあ、拠点を置くのもいいんですけれども、はい、実質的な裏交渉役とかネゴシエーターは、僕はトルコに置かなければいけないんではないかなと思ってるわけですよ。表面的にヨルダンに置くにしても、はい、実質的な裏の部隊をトルコにいないとどうしようもないはずですね、はい、だからお金の流れを掴んでる人間はそれなりに力を持ってないとできないので、っていう動きはどうでしたか、その常岡さんが。僕が知る限りゼロ。ゼロですか。いや、そもそも親日国じゃないですかトルコって。まあちょっと絵頭が大変ね、その親日国を壊すようなことはして大変申し訳なかったなと僕は素晴らしいと思っていやいやいや思ってますよ、俺ももっとやってもらいたい。いやいや、そうですけどもうみんな喜んでましたが実際はね。はい、なんですけれども、なんかそうは言ってもまあ本当に日本とのパイプもありの、今回の件でもかなり俺は協力してもらえた可能性も高いんではないかなと。仮に身の代金を渡さなかったとしても、はい、トルコが代わりに原油を買うよっていう方法もあるわけじゃないですか、それなりの値段 で裏の世界だったら何でも、裏の世界で、じゃあ日本がトルコに支援をする、はい、そのトルコがまあ裏の世界で原油を安く買うとか、そういうことによっての人命救出方法、要するに軍隊を持たない国家なんで、はい、基本的には、そういうもうありとあらゆることを使ってでもやらなきゃいけないじゃないですか、はい、ヨルダンにもヨルダンの裏の社会はあるわけですけど、はい、ヨルダンの裏ってイスラム国とほとんどつながってないですもんねって言われてますよね。まあ亡命者が多いとか、そういうのは聞いてますけど、なんか経済的になんていうんですかね、経済的な依存関係、依存関係がないから、人間的な交流ですよね。ヨルダンってどっちかというと西側先進諸国から の援助で成り立ってますから、はい、その CIA とかとの裏のつながりはあるし、もちろん日本との裏のつながりもあるんですよね、援助の関係では、でも日本とつながりがあるんじゃなくて肝心のイスラム国とつながってなきゃ仕事にならないはずなので、そういう意味ではトルコでないとしょうがないはずでしたね。なんで鶴岡さんそのちゃんとトルコにも拠点を置いて人質交渉するべきだとか言わなかったんですか。いや俺結構見ましたよ、なんかニュースで、後藤健二さんの時とか、はい、いやトルコに置くべきって言いましたよ。あ、行ったんですか、そうか、あんまりそういうのがなんか全然伝わってない感じ伝えきれてないですね。っていうか僕生であんま出てないんですよね。あで収録で出されるときは、政府に批判的なのはほとんど大体カットされちゃうんですよね。特に警察、僕は最大の責任は警察にやったと思ってるんですけど、なるほど、はいはい、ね、その部分全部カットされちゃいますね。なるほどね。4月の初めになって千葉県警と警視庁の合同捜査本部から、職員がトルコに派遣されてるんですよね。4月ってもう全部終わってるわけですよね。なんで8ヶ月前に送んないのっていうですね。いやだから自分が思うには、まあその10月ぐらいには後藤健二さんが誘拐され、そして始まってるわけですよね、交渉が実際は、もうその時点で、
トルコに行くぐらいなことをしてもらわない限り、はい、難しいですよね。で結局そのなんで警察がこんなに動かなかったのかが何で分かったかっていうと、結局自分が警察の捜査対象になってて、うん、あの僕のつまり四川予備陰謀事件で、うん、あの警視庁外事参加150人体制なんですけど、150人が常岡さんとハッサン中田さんとあの北大生を北大生が一人六本木歩いたら20人が一緒に歩いてたっていう、いやそんなことやってる暇ないでしょあんたたち。なるほどね、同時進行ですでに湯川さん捕まってるんだよ。で僕ん家に来た警察の捜査員警部に、あのいや僕こんなことやってる場合じゃないですよ、湯川さん捕まってるんですよ。いやね、でもね、まあもう上から言われてやってるようなもんだから、やっぱね俺はやっぱそれはやっぱ政治家だと思うんですよね、うん、最後は、まあ、誰が指示を出すかですね。そうなんですよね結局はね、うん、あそっか、それは厳しかったですね。まあですので、だからその、まあ、残念ながら ああいった結果になってしまったんですけれども、はい、まあね、今世界的にはアメリカも含めて、はい、ね、あの IS を解体方向に進んでるじゃないですか、どうですかこれ、解体はできそうなんですか。解体は多分できると思うんですけど、はい、あの IS の中枢 の、あのサダム・セインの残党バーストは無理だと思いますね。それは何でなんですか。あの秘密組織として、ええ、あのもうあの2003年の時点で、地下に潜って、うん、生き延びてきて、うん、組織作りをしっかりやってきて、そう、その地下の組織を解体破壊することは誰も、まず試みることもできてない。あ、その方法もわからない。あ、で今度イスラム国自体を破壊したとしても地下のバースト組織は多分あの全くそのまま残っちゃうでしょうし、イスラム国でない今度は別な姿でまた出現、あのどっかであの地上に浮上するかもしれないですね。次はアサド政権と結びつくかもしれないし、うん、他の組織と結びつくかもしれないし、そのバーストがイスラム国と結びつくという時点がそもそもあの本来はありえない、うん、あの水と油のはずなのが、うん、できちゃうような組織なわけで、まあそうですね、だったらもう全く正反対の共産主義組織だろうがあのアサド政権組織だろうが何とでも結びつくことは可能だと考えるわけなんですよね。まあ、NHK スペシャルとか、はい、あの見たんですけど、まあ、アブグレイブで知り合ったとかいうのは本当なんですかね、はい、あれは、キャンプブッカというところで知り合った。あ、ブッカだ、そうだ、キャンプブッカでした。はい、で、そこも、なんですか、もともとそれほど過激でなかったバグダーディがそれで過激化したとか、うんうんうん、いうふうに書いてる人もいるんですけども、そこもよくわかんないですよね。そのあの例えば、エジプトのムスリム同胞団から、はい、あの分裂した、ザワヒリとかのアルカイダとかの元になった人物は、うん、ムバラク政権の牢獄で拷問されてるうちに過激化したなんてことを言って、まあ、そんなシンプルな、あのぶったたかれてたら恨み持って支援でやってるっていう、うん、そういうシンプルな話じゃないでしょって僕の方は思うんですよね、うんうんうん、そうなんですね。でバグダディが、どんな人間か、うん、ひょっとしたらあの刑務所の中で過激化したっていうのは本当かもしれないですけども、うん、ほとんどこのバグダディがどんなキャラクターかは関係がないと僕は思ってます。あ、実際にその彼は一度だけ YouTube で映像を出した以外に、はいはいはい、あの表立ってステートメント出したことすらないんですよね。そうですね。つまり、彼が、穏健な人間であろうと過激な人間であろうとステートメント出してないんだから関係ないってことで、なんですよね。あで、彼の、作戦指揮をやってるのはあのバーストの幹部たちであるとすると、うん、あの多分ただの操り人形ってこと。可能性もあるわけですか。可能性高いと思いますね。でもカリスマ性もあったりするんですか、どうなんですか。カリスマ性があるとすればそれはあのこんなキャラクターとかですね、それが見えてないといけないんですよ。それが全くないのに、ああやってやってるってことは、カリスマ性と関係がないってことになりますね。むしろ、オープンにしないことで、姿も形もよく、姿は分かってますけどね、はい、人柄も何も分かんないけれども、ただカリフというイメージで、それをカリスマ性にしているという、そういうことになりますよね。カリフっていうだけで、なんであんなに欧米とか世界各国の若者が集まってしまうんですか。今世界中でもう20年も前からあのカリフ制再興ブームっていうのが続いてるからですね。あのむしろ後付けで、イスラム国は、カリフ制ブームに乗っかってるんだと思いますね。まあそうは言っても
見えない、まあその偶像崇拝ね、イスラムはダメですから、はい、それも分かるんですけど、そのなんていうんですかね、例えばまだビンラディンだったら声明出したりとか、はいはい、あるじゃないですか、メッセージを出したりとか、で人が集まってくるってのは分かるんですけど、はい、バグダディに関しては1回しかなくて、はい、カリフ国家だって言って、それだけで集まるもんなんですかね。あの人間性がちょっとわからないと、僕も最近までわからなかったんですけども、あの例の中田先生、ええ、見てると、バグダーディがどんな人間か全くわかんないけれども、うん、カリフと言ってる以上、他にカリフがいない以上、そのカリフに従うべきであるというようなことを中田言ったもん勝ちになるんですか。そうしたらそうです。え、まさに言ったもん勝ちで成功してるのが IS だと思いますね。あー、まあ20年前からブームがあって、はい、あの僕3年ぐらい前からシリア入ってますけど、イスラムグループは穏健なのも過激なのもみんな口では、いずれカリフを再興して、このシリアをカリフのもとに、平和な豊かな国にって話をするんですよ。ただそのカリフを誰もあのこの人がカリフと言わないし、俺がカリフなんてもちろん言わない。あまりにもそのおこがましいというか、はい、なしろ預言者ムハンマドの、直系後継者ってことになるわけなので、そうですね、あの恐れ多くて言えないという状態でみんなが、何もできないって言ったところ、IS だけが、俺がカリフですけど、なるほど、逆に言うとその中身が、あ、そりゃそうですよね。中身が、例えば日本だったら、俺が天皇陛下だっていうようなものにちょっと誰も今まで言ってないんです、ね、言えないですもんね。唯一あの平将門が言ったんですけどね。そうでした。ああ、そうだ、平将門、いまだに怨念がどうのって言われてるのは、あの他に天皇を名乗った人間いないからなんですね。ああ、日本の歴史いくら遡っても。そうですね、まああの戦後間もない時にちょっとありましたけどね、あの一人だけなんか、私は南朝系の家系で天皇陛下だっていう、はい、で GHQ があのなんか飛びついたっていう私は平和を愛する南朝系のっていう方が現れたりとかしましたけど、それ知りませんでした。すげえ。そうか、そうですね、日本人の感覚をするとうかつにそんなことは言えないですね。それを言ってしまったっていうことが、逆にそんなことを抜け抜けと言えるのっていうのはやっぱバーストだからだと思いますね。バーストはそのカリフに対する敬意なんて最初からないので。ああ、なるほど、そうですね、なんか非常にあの世俗的なイスラム教だなと人には酒を勧めるし、で、カリフがブームなの、あ、利用しようじゃん、もうすごくシンプルに動けると。ああ、なるほどね。他はもう信仰心で、もう縛られてますから、自由な発言といいますか、好きなことできない、うん、うん、それはなんか昔のなんかそういうその頃のイスラムの世界のね、例えば奴隷の問題で、まあ奴隷も否定しますけども、あのその頃の奴隷の感覚であったりとかを平気で取り入れやすいっていうのはなんとなく分かるような気がしますねあの多分、イスラム国を本気であの成功させようとバースト幹部たちは思ってないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。だってあんなにその世界中と敵対して奴隷制を復活させてってやってて、うん、長持ちするわけないじゃんという感覚は現実主義者のバーストにはあるんじゃないかと思うんですけども、うん、むしろ、IS を、もうカリカチュア的に、イスラム過激派ってのはこんなことやっちゃうんだよっていうのをあの見せつける、ショーのためにやってんじゃないのかなと思ったりしますね。あ、まあ、前の対談でもね、あのお話しさせていただいたんですけど、なんかあの映像の作りとか、よく作れますね。あのただあの映像を作ってるのはあのもうイスラム国の理念にもうこうなってる信念の人たちだと思いますけど、ね、まあそうだと思いますけど、やっぱでもメディアセンターはあるんですか、ラッカに。あるらしいですね、見たことないけど。なるほどね。じゃああそこからあんなカット割りしてるって半端じゃないじゃないですか。何カメ使ってんだろうって違うよね、毎回すごいなという感じですね。あの音楽もはっきり言ってかっこいいじゃないですか、あれ若者引きつけますよね、あの音楽とかは分かりますか。分かるっていうのは、誰が作曲とか。いや分からないけども、あのイスラム過激派が昔からよく使ってる
やつですね。あ、楽器使わないんですよね。はい、そうです。で、男の、声だけで、うんうん、でコーランを読み上げてるかのようだけど、よく聞くとそうじゃない、なんか の何かを叩いてるような歌になってるというやつですね。あれ昔からアルカイダとかの、公表するビデオとかでも使われてたと思いますね。あ、そうなんですか。いや、だからかなり僕はイラクで CD 買ったんですよ、でもあの手の曲は入ってないんですよね。カセットテープまで買ってるんですけど、イラクだとやっぱ普通に楽器演奏のアラブポップスが一般的なんじゃないですか、ね、ああそうでした。結局なんかエジプトとか、あとなんかいろんな国のなんか、アルバムみたいになってました、実際は。で実際だってフセインの CD は売ってなかったですよ。あのフセインを称える歌が当時いっぱい流れたから、それを買いに行ったんですけど、売ってないですね。それは全く売ってなかったですね。売っちゃいけないんですかね、あれ。売っちゃいけないのか、売っても買わないのか、どっちなのか分かんない。いやだから、なんかうちでまで聞きたくない。いや、焼いてもらって買いましたよ。あ、なんでフセインの讃える歌がないんだよとか言って、